さあ先ほど大活躍でサンタで行ったアキラバーサス数合わせ、さっき名前がポロッと出ちゃいましたけど、僕は数合わせさんで通します。さあこちらワンピース座ってるのはアキラ、K ダッシュ、カスミ、ハイデネン対スーピーが数合わせのカスミ、ウラロバートキング。さあカスミのエンディが突き刺さる、大バイツで落として後手を逃がさない、上からかぶるコンボが決まって、 K ダッシュの体力残り1枚、前ビーはい、出して勝って、さあでかいコンボ決まる、さあ体力をゴムに持っていく、禁止選ばれてるが大倍率。さあこんなところで躊躇してらはいられない。さあ裏ロバート出てきたが、なるべく削っておきたい。流撃拳、流撃拳に嫌がらせをする。ジャンプシーン早出しだ、有利客あーウッド足からの取るや、ウッド足が強すぎる。さあカスミフラルバトだ、おお連武客1段目、相打ちからのジャンプシーンが連続となる、走り込んで竜巻そうだじゃないや、先行流し固めていく龍神客。さあ近くに寄られるといいことは何もないぞ、うまい下げてからのグランドタイガー投げる、龍撃に当たるジャンプ2、そうしゃがみしの暴れに対してジャンプ2が上に先に出てるのになぜか勝つ、どんな判定してるんだこの女の足は。さあ開幕はジャンプ飛ばし相打ちからスタート、走り込んでいるのはワンピーガー、アキラ数合わせのキングが時間をしっくり使って勝っていけない聖剣好き。さあ前に追いかせない自分が前に出る、ダブルストライク、さあゲームメーカーしっかりしている立ち絵、さあ寄ってきたところにコンパクトな立ち絵が置いてある。さあ大将の入るんだが現状4本十分、それに対してキングの現状2本、ベルムストライクも残っていく、沸騰して打ち返して、さあ近づけない立ち回り、自分だけ走りに行かせる、投げていく、さあ亀足がスタート、沸騰して押し返す亀足覚悟、こんだけ決めて禁止、さあやっと逃げたか、さあ逆に入ってるタイプか、バーキャンで押し戻していく、逃げる、この辺りさすが引っかかる、うわ分かんないぞ、おおしゃがみ B が入ったもののちょっと遅れているムンスラー、かきし回線の一撃でしたがコンボミス。さあ数合わせ2勝目、さあ2番目に座ってるのは渦巻きアンディージョン、はい出る、オーダーストライク、さあ初手はアンディカスミ、走り込んでいるのはアンディが渦巻き、グランドタイガーでかわして重ねて当てていく、上がかぶさっているのは数合わせ、アンディのガクラゲージがモリモリと減っている、主張権暴れ潰して置いていく、だが上からかぶっているカスミのジャンプ D が処理しきれない。さあ KC で割れたのに KC がつながる、コンパクトすぎるこの KC、打撃を決めたものの、まあ、体力は5割、昇竜弾しっかり決めていく、
まだ飛ぶ。小竜弾で何回落とされても体力はまだまだこっちがあるぞと。リバーサー大ジャンプの繰り返しで数合わせ勝利。さあ一気にまずは待つ。さあ霞も頬もあんまり気にしすぎているとまずい対戦だが、投げ外している。この辺さすがジャンプ。さあ使い分けて AA と刻んでいく。オート前へ、前が刺さるもののコンボに行かない。ガーキャンに押し込んでいく。ガーキャン満月さんを使って、おーっと突っ込む。まあうまくダッシュ前転で回避。いやーまさかこれ親父を呼ぶか。親父来たー。さあさすがの親父。さあ配信だり初の親父が出てきて、さあ誰がこっそり減ってしまったジョンフン。さあ流撃拳連発、嫌がらせの。おお走りすぎだろ。さあ感謝神だ。あさあ後ろに下がるかと思いきや果敢に前でジョンフンに当たってしまい、数合わせ2勝に王手。さあ流撃拳でやらせをしてくる。クロスカットも飛び越えて、クロスカットが刺さる。さあラインを上げていく。流撃引っかかる。ガーキャンここ上げて、おーっとトリア、あーこれが怖い。そしてトリア、まだしゃがみ、しゃがんでる。この男画面端でガンしゃがみ。間違えてしまったので、順番を申告しなくてはいけません。オーダーストライク。さあその申告の順番はクーラー系ダッシュネームレスです。それに対して数合わせ変えてくるのか変えてこないのか。さあ変えるはずもなし。さあクーラー系ダッシュネームレス対霞浦ロバートキング。見てる。ジャグバイツで削っていく。おーっと自分だけで飛び回った後にレースピを決めていく。さが打ったのはうまいつって、おっとジャンプ飛ばしが出ない。さあやり直し。おお数合わせちょっと間がいたところにセンちゃんが暴れている。さあグランドタイガーで割って体力はほぼ五分。さあ MP のところに読み合いとしてジャンプリをかましていく。太い選択肢を通して勝ったのはセンちゃん。流撃拳で落としてエンディーレが刺さる。流撃拳近くでガーキャンで画面端を押していく。竜王疾風局。さあ削り目的で出していく。さあ中堅の K ダッシュ、流撃拳に引っ掛ける。そしてクズ竜から流山ヘル。おっと当たってしまう。ガーキャンで仕込んで、あー苦しい状況。数合わせ強い。さあ前へ前へと吹っ飛ばした。おお相打ち。数合わせの裏ロバート爆発。
さあ、センちゃん最後に残されたのはエベレス。さあ、このまま持って3強が決勝に上がるか。センちゃん待ったをかけるのか。後ろジャンプ通して削っていく。戻ってくる。さあ見てから走り込む。これやばい。完遂。ああ分けられないセンちゃん。大将に残されたレベルスでゲージ3本のキングに立ち向かう。まずはワンコも決めていくが、ちょっとこれは遠い。ダダかけきっちりダメージは確保。残り体力は5割。昇竜で相性取っていく。さあゲージがない状況はきついぞ。どうする。カズアセ発動だが、ここは全体で回避。やめ足に持ってかれる。こする。ああ、スパキャンまでいかないかな。だがここでいく。勝ったのはカズアセ。さあここに来て調子が出てきたカズアセ。決勝に進んだのは多分モンテ3強。